ただいまから会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。7番伊庭議員から一般質問の申し出がありますので、これを許可します。議長、7番伊庭議員。日本維新の会宝塚市議団伊庭聡です。質問通告に従いまして質問させてもらいます。1、新型コロナウイルスのワクチンについて、括弧1、宝塚市における新型コロナウイルスワクチン接種による副反応の把握はしているのか、括弧2、副反応についての周知はどのようにしているか。2、マスクの着用について、括弧1、小中学校のマスク着用のルールはどのように定められているのか、括弧2、マスク着用による熱中症のリスクについてどのように考えているか。3、本年度の緊急事態宣言中における保育所の対応について、括弧1、本年度の緊急事態宣言中における保育施設における自粛要請を行っていたか。1、質問お願いします。山崎市長。伊庭議員のご質問に順次お答えをしてまいります。まず新型コロナウイルスのワクチンについてのうち、本市における新型コロナウイルスワクチン接種による副反応の把握につきましては、ワクチン接種による副反応は発症した症状と予防接種の因果関係が必ずしも明らかでない場合であっても、医師が予防接種後副反応疑い報告書により速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告することになっており、先月24日現在35件の副反応疑い報告がありました。また副反応の発現割合は、国によると接種した箇所の赤みや腫れ痛みがインフルエンザワクチンで10-20%であるのに対し、新型コロナウイルスワクチンでは 50% 以上だとされており、発熱、頭痛、悪寒、だるさなどはインフルエンザワクチンで 5-10% であるのに対し、新型コロナウイルスワクチンでは 10-50% とされています。なお同月23日に国において開催された厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会薬事食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、ファイザー社ワクチンと武田モデルナ社ワクチンについて安全性において重大な懸念は認められないとの評価を認められないと評価されています。次に副反応についての周知はどのようにしているかについてですが、接種券に同封している資料及び市ホームページにおいて、国が発信する情報をもとに副反応の症状や発現割合を記載しています。次にマスク着用による熱中症のリスクにつきましては、マスクは飛沫拡散防止に効果的ですが、着用時は通常時と比べて心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度などが上昇すると言われており、気温や湿度が高い中では特に注意が必要です。夏のマスク着用については、感染予防対策を行いながら熱中症を回避する必要があり、暑さを避けることやこまめな水分補給を行うことなどに加え、屋外で人との距離を十分確保できる場合はマスクを外すことを伝える必要があります。また熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者、疾患のある方など、
ある方などに対する周囲の方の目配りや声かけも重要と考えており、これらのことについて市ホームページや広報宝塚において情報提供しています。次に、本年度の緊急事態宣言中における保育所の対応についてのうち、本年度の緊急事態宣言中の自粛要請につきましては、本年4月25日から6月20日までの緊急事態宣言発出期間中においては、市から保護者の方に対して自粛要請は行っていません。一方で、保育施設は3密を避けづらい状況にあることから、ご家庭で保育が可能な場合や、児童の体調に不安がある場合は、家庭保育にご協力を依頼する通知文を発出し、協力依頼を行いました。今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、衛生管理の徹底とともに、保育内容にも工夫を凝らしながら保育を実施していきます。教育に関するご質問につきましては、教育長から答弁をいたします。五十嵐教育長。伊庭議員の教育に関するご質問にお答えします。マスクの着用についてのうち、小中学校のマスク着用のルールにつきましては、本市では文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式に基づき、児童等が長時間近距離で対面するようなグループワーク等については、マスクを着用し、実施するよう通知しています。一方で、登校時、気温、湿度や暑さ指数が高い日には、熱中症などの健康被害が発生する恐れがあるため、マスクを外しても構わないこととしているほか、体育の授業時にも原則としてマスクの着用は必要ない旨を通知しています。熱中症は命に関わる危険があることを踏まえながら、今後もマスク着用についての適切な指導に努めていきます。7番、伊庭議員。一次質問についてのご答弁ありがとうございます。では続いて二次質問に入らせていただきます。まずお答えいただいて、宝塚の副作用の報告というのが非常に少ないということと、死亡についての報告が上がっていないということにおきましては非常に安心しております。ご答弁いただいた中での周知の方法について、接種券に同封している、資料やホームページでの情報で発信していると書かれておりますが、こちらの情報発信で市としては十分な情報だということ十分な情報だということでよろしいですか。番所ワクチン接種担当部長。はい、新型コロナワクチン予防接種についての説明書というものを、接種券の方には添付いたしました上で、このワクチンについての丁寧な説明につなげていることは間違いございませんが、ただこれをもって十分なのかということにつきましては、さまざまな文献がございますので、そのあたりは厚生労働省のホームページをご紹介したり、あるいは接種会場において、新型コロナワクチン予防接種には、コミュニティ
筋柱というまた別の様式のものもございますので、そのようなものを見ていただきながら丁寧な説明に心がけております。以上なので、決してこれだけで十分ということは思っておりません。以上でございます。伊庭議員。はい、ありがとうございます。では他の質問させてもらうんですけど、まず市が現時点で把握している、まあ、このコミュニティについての、まあ、全国での死亡数とかの数字について教えてください。万象ワクチン接種担当部長。はい、現在市が、国が公表している副反応についてご説明申し上げます。6月23日に開催されました、まあ、先ほど審議会というものがございまして、調査会とも申しますが、そのあたりで死亡例の報告がなされております。死亡例の報告があり、6月13日までにファイザー社ワクチンについて277例の報告があり、さらに6月18日までにはファイザー社及びモデルナ社ワクチンを含めて79件の副反応報告があったということで、合計356件、6例があったということです。先ほどの答弁の繰り返しになりますが、中には死亡例の報告もございますが、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないということもこの審議会において報告されている事例でございます。以上でございます。伊庭議員。はい、では、まあ、このコロナワクチンというものが流行る前に、まあ、出てくる前に、やはり日本の方々が多く使っておりましたインフルエンザのワクチンのことについて少しご質問させてもらいます。インフルエンザワクチンでのこれまでの死亡例について教えてください。万象ワクチン接種担当部長。はい、ご質問にございますインフルエンザワクチンの接種後の死亡例でございます。これにつきましては、令和元年10月から令和2年4月までにつきましては1例、そして平成23年以降ですね、つまり、23年以降でいきますと、まあ、年によって違うんですけれども、0から3例までというような状況でございます。以上でございます。伊庭議員。はい、細かい数字までありがとうございます。まあ、ほとんどの方が今回のワクチンというものにおいては非常に効果があるというものを期待されており、そして、まあ、多少の副作用の報告や、確かにニュースで死亡の事例はあるとは思うんですけど、まあ、やはりワクチンだから薬だからということで、ちょっと、まあ、やはり打ちたいという方が多いのかなというふうには感じております。そんな中で今の数字を示していただいた通り、まあ、インフルエンザワクチン、これ去年の令和元年10月から令和2年4月までについては、まあ、約5600万回ワクチンが接種されております。そこにおきまして、コロナは現時点の6月23日の報告の時点では推定で、まあ、2300万回程度、接種されているという状況になります。それにおいての、まあ、死亡例で比べると、非常にこのコロナワクチンというものは死亡率が高いということで、非常にリスクがあるものだと私は感じております。そこでですね、これだけのリスクに差がある中で、まあ、厚生労働省やファイザー社の公表している情報についてお話しさせていただこうと思います。まあ、こちらも本当はいろいろと質問をやり取りしながら進めてきたかったんですけど、ちょっと、まあ、お互いの答弁の調整でこちらからお話しさせてもらう形になりましたので、少し長くなるかと思いますが、よろしくお願いします。今回の、このワクチンにおきまして、ウイルスを入れる従来のものではないということで、新しい種類のワクチンということで、これまでに明らかになっていない副作用というものが出てくる可能性がある、症状が出てくるというふうに言われております。これ厚生労働省が発表しているデータですね。で、安全性に対しては不明だということもしっかりと記載されている中で、ファイザー社が公表している添付文書の中には、中長期の安全性も分かってないという状況の方がしっかり書かれており、また治験中であるということもしっかりと公表されております。通常薬やワクチンというものは10年から20年程度かけて作られていきます。それだけ長い期間を使って安全性や有効性というものをはっきりとした状態で使われるのがお薬やワクチンです。そんな中であっても、過去の歴史で薬害というものがやはり起こっている、それによって中止になったものもたくさんある。そんな中で今回のこのコロナワクチンは1年未満です。ということは、それだけやはり安全性や有効性においては非常に重要視しなきゃいけないというふうに私は考えております。で、こういった情報はあまりやはり公表されないことが多いです。で、市の先ほどご答弁いただきましたワクチンの接種券と一緒にお配りしている
文書の中にも例えばこのように書かれております。ワクチンの有効性と安全性について、ここの安全性についての文書ですね。ワクチン接種後に下記のような副反応が生じる可能性があります。治療を要したり障害が残るほどの副反応は極めて稀であるもののゼロではありません。予防接種による健康被害は救済制度の対象ですというふうに書かれておりまして、副作用の発言割合におきましては先ほど市長がお話しいただいた通りの数字がここに書かれております。で、先ほどの、ファイザー社のワクチンについての説明書ってものについても確かにしっかりと文章によって書かれている部分があるんですけど、こちらの説明書同封されている、打ち方とかが書いてあるような、一番今ワクチンを求めている方が見たくなるような文章と比べると、あからさまに、文字の大きさからして読みやすさっていうのに大きな差があるなっていうふうに見させてもらいました。そこにおいてですね、こちらに書いてある文章と説明書に書いてあるものもやはり同じようなものが書かれているところも実際あります。打ち方についてとか打てない方の注意点についてなどもこのように細かく、で結構ダブっている部分があるという中で、こちら少しね、見ていただきたいんですけど、メインのこちらには記載が、大きい文字で、問い合わせのことだったり打ち方というのが書いてあるものとは別のこの説明書にしか書いてないものっていうのが、僕はこれこういったことを公開しなきゃいけないんじゃないのかと思ったので、今回こちらのご質問の時間を取らせてもらいました。安全性についての記載が非常に少なくて、副作用も記載が少ない。死亡情報におきましても先ほど356例っていうのがあったものに対して、市はそこに対してあまり公表していないという状態です。で、先ほどのこの説明書に書いてあるよって部分、ここに書いてある文章が実はものすごく今ワクチンについてどうしようかって考えている人の背中を押すことにつながる一つの判断材料になるんじゃないかなと思うので、この部分はぜひとも情報公開っていうのをすべきだと私は考えています。じゃあどういったことが書いてあるかというと、安全性に関わることについてまずお話しさせていただきますと、副反応について、本ワクチンは新しい種類のワクチンのためこれまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。先ほど僕が厚生労働省が発表しているものとして言わさせてもらったのと同じ文章が書かれています。でもこれって今回のワクチンを使うか使わないかって人に対してものすごく大事な情報じゃないんですかね。こういった部分がこっちに書いてあるからいいよっていうのはメインの方をやはり見る方からするとこれ見逃してもおかしくないような文章で、どちらかというと打つ方になんかつなげているような感じが私はしております。そこにおきましてですね、先ほどの死亡情報だったりこういった安全性についての情報、ここの数のことだったり、重大な副作用、重篤な副作用は、あまり書かれてないんですけど、重篤な副作用についてもさまざまな発表がされていると思います。それを随時更新していく必要があるし発表していく必要があると考えておりますが、市はどのように考えていらっしゃいますか。万象ワクチン接種担当部長。はい、ワクチン接種におこれまでの予防接種におきましても、薬事の関係にいたしましても、この厚生労働省の科学審議会予防接種ワクチン分科会副作用検討部会、長くなりますが、これらの調査会検討会においてしっかりと症例の確認がなされ判定がなされているというところでございます。このあたりについては非常に専門性が高く分かりにくいものではございますが、このあたりを、ここでですね、専門家の評価というところをですねしっかり見える化していくということが大切なのかなというふうに思っています。以上でございます。伊庭議員。専門家の意見が必要っていうのはあると思うんですけど、少なくともここの厚労省の今発表したデータは全部載ってるわけですから、それをもっとみんながちゃんと見れるところに載せようっていうのは専門家いるいない関係ない話だと思うんです。なのでそういった部分においてはしっかりとやはり書いていただかないと、これ誤解を招くことになるのかなと思います。で、350例亡くなっております。この後の話でどういった方々が亡くなったかって話も少し触れさせていただきますけど、宝塚市においてはまだそういった被害が起こっていないだけであって、もしそれで被害が起こってしまったときにこういうふうに書いてあるじゃんっていうふうにね、やはり宝塚市が何だか責められる可能性があるんじゃないかなと私は考えておりますので、ここにおいてはぜひ内容をご検討ください。そこでですね、ちょっとお伺いしたいんですけど、なぜワクチンを打ちたいっていうふうに考えてらっしゃるんですか。
市民の方々、まあ、日本の方々打ちたいと考えていると思うんですけど、それはどういった理由から打ちたいと考えている人が多いと考えてますか。万象ワクチン接種担当部長。はい、多くの方がこのワクチンを必要としている理由といたしまして、認識しておりますのは、今回のこのコロナウイルスというものが非常に私どもの人類にとっても初めての体験するウイルスであり、それに対応しうるワクチンとしては、非常にですね、開発期間が短いながらもですね、一つの突破口となっているものがこのワクチンであるというふうに位置づけられているというふうに認識しております。そのことが市民の皆さんにも受け入れられる方、受け入れられない方おられますが、これを進めていこうという趣旨になっていると、一つ国の判断というところも含めて、また、国際的な判断も含めて、説明になっているのかなというふうに感じております。以上です。伊庭議員。わかりました。まあ、よくわからんけど、はい、じゃあちょっと、まあ、この後の話も少し触れていくので、ここにおいてはこれに終わらせてもらいます。では有効性においてのお話をさせてもらおうと思います。有効性におきまして、こちらの先ほどの資料におきましても、ワクチンの有効性と安全性について有効性が書かれております。本ワクチンは2回の接種によって 95% の有効性で、発症を防ぐ効果が認められると発表されていますというふうに書かれております。しかしこの書き方もやはりワクチンというものが、今回本当に無条件でいいものっていうように伝えているような気がしてなりません。厚生労働省もそこについてはちゃんと発表されておりますので、その情報を、私からするとあえて書いてないのかなというふうに感じられてしまいます。そこにおいての厚生労働省の発表につきまして、発症予防の期待はされる、しかし感染予防に対しては効果がないというふうに、厚生労働省ので書かれています。発症と感染、多分一般の方が聞いたら全く一緒だなと思われると思うんですけど、発症というものは熱とかの症状が出る、症状が出て、苦しむというか、その症状でいろんなことが起こる、それが発症です。このワクチンにおいてはそれを防ぐかもしれない、防ぐ期待ができるよというふうに書かれております。こちらの、説明書にも同じような文章書かれてるんですけど、やはりね、すごくちっちゃい字でちょろっと書いてあるだけ、僕が、今から言いたいような感染予防効果は十分に明らかになっていません。ワクチン接種に関わらず適切な感染防止策を行う必要がありますというふうにしっかりここにも書かれています。感染予防の効果はない、打ったとしても今の生活は変わらないよってここに記載されております。確かに高齢の方が先ほどの安全性と今回の有効性ってものを天秤にかけたときに、自分が今発症したらちょっと体力的に持たないなと思って、そのリスクを考えて発症の部分を期待して打つっていうのは一つの選択肢としては私はありだと思ってます。しかし若い世代はこれ必要なんでしょうか。そもそも若い世代はほとんど発症しておりません。そして若い方々やこれから打つ世代に関しては、皆さん先ほどの答弁でそういったふうに答えてくるんかなと思ったんですけど、来なかったんであれなんですけど、ほとんどの方が感染予防をできるものとして今までの生活を取り戻せる、飲食店に行くだったり仲間たちと一緒に何らかのことをする、こういった場所においてももう距離を取らなくてもいい、そういったことができると期待して多分打ってるはずなんですよね。でも感染予防に関してはこれ効果が明らかになってない、ちゃんとここにも書いてありますよね。だからこれ効果は、感染予防に対しての効果はあるかどうか分かんないけど、リスクだけは背負ってくださいねっていうものになりかねないんですよね。これをしっかりと表に出さないと、これ本当に一番大事な情報だと思うんですよ。でそこにおいて国内の発症している件数におきましてご説明させてもらいます。新型コロナウイルス感染症の国内発生動向、6月23日速報によります。こちらですね、ご存知の通り定期的に情報が更新されますので、最新情報が誰でも、厚生労働省が先ほどの審議会を通した正確な情報が一番出てきます。ここの情報をどうするかは市の判断だと思うんですね。でこの中に載っている情報におきましては、コロナワクチンの死亡例
10代未満は当然0人です。20代も本当にごく少数で、割合でいうとこちらの動向調査と 0.0% って数字しか出てきません。20代で2月から6月の間でワクチンを打っている人というのは正確な数は実際出てませんが、かなり少ない数ですね。にもかかわらず、すでにこちらでは数人が命を落としているという報告もちゃんと上がってます。また重症者に関してです。10代や30代は重症者なしってはっきりと記載されてます。しかしワクチンを打って重篤な副作用が出たという人は6月時点で200件を超えております。重篤な副作用というものはこちらには記載されていませんが、後遺症につながったり取り返しのつかないものの副作用というのも当然存在しております。ワクチンをすべて否定するんではないですが、こういったことを理解した上で選択するということをしなければ、ワクチンの被害者がもしかしたら増えるかもしれない。だってまだ出たばっかりで分かんないものなんですから。で、特に若い世代の命を守るという点で考えたら、滋賀はしっかりこういった情報を、少なくとも厚生労働省が発表しているデータなわけですよ。皆さんが簡単に手に入る情報とはちょっと違います。次のページとか行ってね、少し奥まで行かなきゃ分からないですけど、これは全て情報載ってるんですよ。そういった状況から考えたら、情報の発信の仕方、どのように伝えるか、今回のワクチンに関しては特にこれまで以上に伝え方って非常に大切だと思うんですよ。また有効率 95% についてのお話をさせてもらいます。こちら少し数字が口頭で羅列になってしまいますので、眠くなる方いらっしゃるかと思うんですが、ちょっと手元のメモを書きながら聞いてもらえたら嬉しいなと思います。ワクチンの有効率 95%、 宝塚市もこの説明書の中にしっかりと 95% 有効性があるって書かれています。で、この 95% 非常にいい数字ですね。数字だけ見たら本当にみんなこれは素晴らしいと思うものでしょう。しかしこれよく見ると確かにいい数字なんですけど、非常に問題だと私は考えています。こちらファイザー社が公表している添付文書の中にしっかりと詳細が書かれております。まあ、数におきましてはすごい細かい数字になるので、今回は約2万人という数字でお話しさせてもらいます。まあ、1万8000から1万9000ぐらいの、ね、人たちで実験を行われてましたので、約2万人がワクチンを打たずに、まあ、プラセボってものですね、偽物のものを使った人たちが約2万人です。約2万人本物のワクチンを打つ人がいました。そのうちですね、コロナにかかった人2万人中ワクチンを打っていない人、打っていない人は2万人中の162人が感染しました。そして打った人は2万人中の8人感染しました。なので162-8で出てきた154、154と162で比較したら 95% 有効率ですよっていうふうにこのワクチンの数字は出てきます。確かに数字だけで見たら、まあ、162人が8になるわけですから、すごい効果を感じるっていう見方をする方もいらっしゃると思います。しかしこれパーセンテージで示したらどうなるんでしょう。そもそもコロナウイルスでコロナになった人というものは 1% に満たないんです。 0.8% です。その 0.8% もともとかかる可能性がさらに下がりますよと、厳密に言うと 0.04% ぐらいになる。確かにリスクは下がります。で、そのリスクが下がるのが欲しいからワクチンを打つんだっていうのはありだと思います。しかしこれはあくまで発症においての数字で、感染に関しての数字ではありませんし、先ほどの副作用についてもお話しさせてもらいました。命を落とす方がいらっしゃいます。10代から20代ほとんど命を落としてません。特に10代は全くコロナで命を奪われた方はいらっしゃいません。しかしこのワクチンを打つことによって若い世代が命を落とす確率は非常に高く、これから体のできてない、少なくともこの説明書の中には12歳以上っていうふうに、ね、書かれているように、もしそのような年の方々が打ったらどうなるんでしょう。そして中長期の安定性も分かっていないものを、その情報を伝えずに打つという選択をまるで促すようなやり方をするのは私はどうなんだろうというふうに考えております。ここにおいての数字だったり示すところ、一番核となる部分ですよね。打つか打たないかという部分でテレビのニュースとかも見ながら考えている人たちにこそ、やはりこういった情報はしっかりと伝える必要があると私は考えております。で、この一般質問のお話させてもらうときに、
調整させてもらった反応を見てると、こういった情報に関してコロナのワクチンを打つという部分、そこの準備をするというもので日々追われているから、こういった情報まで見れませんというような反応をいただいたことがあり、いただきました。その今大変な状況なのは非常にわかります。しかし今までコロナはわからなかった、どんなものがわからなかったから本当に少しの情報でも頑張って発信したわけじゃないですか。ワクチンにおいても今完全にわかんないものなんですよ。今後どうなるかわかんないものだからこそ、ちゃんと市民の命を守る立場としてそこは情報を拾うべきだと思うし、何も厚生労働省に書いてある論文を参照にして英語論文まで読んでくださいとは言ってないですよね。厚生労働省が審議会通して上げている情報をちゃんと見るだけなんですよ。さして難しいことではないと私は考えております。そこにおいて、自分たちであまり動かないような姿勢だからこそ、今打たなかった人への対応っていう部分が非常に問題視されるんじゃないかなと私は考えています。同調圧力についてはしっかりと動くと、何らかアプローチをするっていうふうに実際声をいただいておりますが、これ一概にそれが同調圧力とは言わない、思われない方もいらっしゃると思うんですけど、この新型コロナワクチン接種について宝塚市の専門学校看護学部ですねの方に、ワクチン打つ前の学生や保護者の皆様に配られた2021年2月22日のこの文章です。こういうふうにありますので、こうこうこうでここまでに返信してください、何日に説明会をしますって書かれています。その後このように書かれております。なおワクチン接種の有無により実習場での受け入れが検討される場合が考えられます。接種をされない場合もできるだけ不利益がないように配慮しますが、今後のことも考慮の上ご検討をお願いいたします。こんなん読んだら、少なくとも私も薬剤師でした。実習行く前に打ってないワクチンを打つってことはありました。それで抗体が出ないと実習に行けないってことはありました。それはでも少なくとも私が薬剤師だったとき、薬剤師の実習行ったときは少なくとも何十年っていう安全性がある程度出てるワクチンだったので、打つって選択肢を取ることになりましたが、こちらにおいてはそれが分かっていないものに対して、なんだかんだでこれある程度の制限とまで言わないですけど、こんなん書かれてたら打つ以外の選択肢取れる学生や保護者っているんですか。看護学部や薬学部、医学部って実習行かないと国家試験資格取れないですよね。資格に関わることだから仕方なく打ってる人いたんじゃないですかね。それをこんだけのリスクを伝えず打つように促していたら、それ何かあった時に大問題になるんじゃないのかと私は考えてるんですね。なのでそういった一個一個の情報というものをしっかりとお伝えする必要があると私は考えております。特にこの学校で専門学校の、ね、単位でこの打たしたってことに対して、これ学校単位で打ったりとか職場単位で打ったりっていうふうになったら、それだけで打ってない人分かるじゃないですか。そういったところがまた一つ問題になるんじゃないかなと思うんですけど、そういった部分の配慮ってどのように考えてらっしゃるんですか。近成総務部長。はい、当然打たれた方、打たれてない方、今委員さんもいろいろご紹介いただきましたが、やはりそういった同調圧力というものがあってはいけないと思ってますし、今数々 の, その副反応の怖さの部分もご説明をいただけました。当然そういった人権侵害にはならないように、当然その本人さんが打たれようが打たれまいが、そういった差別行為に行われないように、私どもとしては啓発を続けていくというふうに思っております。以上です。伊庭議員。ありがとうございます。ぜひ配慮をしっかりしていただいて、まずは接種方法の工夫という部分からの同調圧力や差別というものが生まれない工夫をしてください。また打たないことによって何らか職場で差別を受けるっていう方がやはり今声として上がっております。そういった打たなかった選択、何らか医師から同調圧力のように言われた、保育園から何か言われた、そういったいろんなところから今後やはり打たなかったことによって何らか言われる方って出てくると思います。実際高齢の方々は今
もうこんにちはの次はワクチン打ったみたいな感じのもう話がほとんどだったりするので、中には打たなかった選択を、こういった情報を自分で考えた上で打たなかった選択を取った人は外に出たくない、人と関わりたくないっていうようなことを訴えている方も実際いらっしゃいます。なのでこういった打たなかった人、差別を何らか受けてしまった人に対する相談する場所というものは非常に大切だと思うんですけど、そういった部分での相談窓口というものはどのように考えていらっしゃいますか。近成総務部長。はい、今各公共施設にも今おっしゃられているそういった同調圧力とかそういったものがあってはいけないということで、今ずっとポスターといいますかチラシを、順次、配布をして、設置をするように今進めております。で人権相談につきましては、常に私どものところで常にご相談いただけるような形にしておりますので、そちらの方でのご相談を受けさせていただきますとともに、またそういった事例がありましたら日夜そういったSNS の方でですね、人権侵害につながるようなことが書き込み等もあれば、そういった分もきちっとチェックをして、削除要請もして、そういった対応をしてまいりたいと思っております。以上です。伊庭議員。ありがとうございます。ぜひ相談する、できれば専門があってもいいぐらい、相談する場所っていうことにおいて、やっぱ相談できると思ってない方が多いから僕のもとにいっぱい相談を来るわけですので、そういったところにおいてのご検討、特に今後その差別をもとに何らかで仕事を辞めなきゃいけない人が出てくるかもしれないわけじゃないですか。そういった人たちを特にやっぱ受け入れることができる、相談できるような窓口っていうのは必須だと考えておりますので、ぜひご検討よろしくお願いします。これまでの話で情報公開に関する部分、そして接種方法の工夫、そして相談窓口っていう部分のお話をさせてもらいました。こういったものでちゃんとまだ情報公開において、コロナは先ほども言った新しくてわからないものだから、本当にいろんなことでみんな恐怖をし、対策っていうふうに動いてきました。これワクチンも当然一緒です。先ほども何度も言うようにワクチンもまだ分かっていないもので、厚労省もファイザーも分かってないし、感染症予防の効果はないし、発症においては期待されてるだけですよと、はっきりあるとも書いてない、そういったものに対してこれから特に若い世代が打つか打たないかという話になってくると思います。10代20代高校生が今打つか打たないかという話が来ましたと、伊庭先生どうすればいいですかってご相談が宝塚市内から来たこともありました。市民の命を守るという意味では、まずはそういった情報をしっかりと公開すること前提で、今回私が質問した内容の効果が認められてない話だったり、副作用がこんだけ強くて亡くなってる人もこんだけいるんだよ、20代30代でもすごい亡くなってるんだよと、若い人でも亡くなってる、これは本当にしっかりと分からないものだからこそ、厚労省が発表しているものに対してはちゃんとアンテナを張って、それをどのように示すかっていうのは非常に大切だと思いますので、それはぜひご検討ください。でもしそれをしずにですよ、今のまんまの情報で言って何か副作用があったら、この文章だけ見たらまるで宝塚市が進めている、当然進めているようにやってるのであれなんですけど、そうやって進めていくっていうところで、打ったら何か起こった、それを訴えるところって、当然何かあったら国がサポート補助するって書いてありますけど、まず訴える先って間違いなく打ったところだったり、市に対して声を上がることがあると思うんですよ。そういった人たちをちゃんと、そういった人たちが出ないように、自分の選択でね、ちゃんとリスクとベネフィット計りにかけた上で選択をするっていうのが非常に大切だと思ってます。で、差別というものや同調圧力というものが今回生まれてしまう、今回生まれるかもっていうふうにずっと心配しているのは、打って当たり前、ワクチンを打たない人が変っていうふうになっているのが問題なんだと思うんですよ。それってなんでじゃあ打つのが当たり前で打たない人が変なのかというと、テレビの情報だったり、この情報、今一番初めに出てくるようなしっかりと読んでねえのような文字が大きい情報だけ見たら、そりゃこんだけ効果があって、こんだけ副作用が少ない、しかも副作用も見たら筋肉痛とかちょっと熱出るとか、そんなもんで済むんでしょ、コロナの後遺症で私は味覚症状が怖いんだよっていう声を聞くこともあります。そういったことが書かれてないから、それは気軽に打つ、
それに打たない人ってのが変っていうふうになるわけですよ。差別と行動制限っていうのはこういった情報ってものが一つ出てこないから起こるんじゃないかなと考えているからこそ、しっかりとその情報を出すということ、表に出してね、ホームページだってそうですよ。僕お話しさせてもらってホームページ見に行ったんですよ。確かに細かく情報書かれてます。なんかコロナワクチンのページだけなんかボットみたいな、あの勝手にいろいろとなんかお困りですかみたいな上がってくるシステムが入ってて、クリックするとコロナワクチンについてとかいろんなこと羅列されてて、クリックするだけでまた情報が勝手に入ってくる。めちゃくちゃここだけこだわってるいい情報手に入るところあるんですけど、奥の奥だからやっぱりパッと見た人にはその情報入ってこないんですよ。でもその一番初めに入ってこなきゃいけない情報じゃないかって僕はすごく思ってるんですね。でそういった情報をちゃんと知った上で個人で選択をする、個人の価値観での選択ってすべきだと思うんですよ。コロナになって後遺症だったり亡くなるかもってリスク、ワクチン打って後遺症だったり亡くなるかもってリスクをちゃんと測りにかけて選択をすべきやと。でそこにおいてやはり他市では市長自らが YouTube だったりで発信してリスクっていうのをちゃんとお伝えした上で、打ちたい人はどんどん打てるようにちゃんと設備を整えますしやりますよと。でも打たないって選択の人はこういう理だから打たないんだよねってのがちゃんと選べるように発信してるわけです。じゃあ市長はそれについて何か発信をするっていうふうに考えてらっしゃいますか？または今日のこの話聞いて何かした方がいいなって思ったことがあったらお聞かせください。山崎市長。はい、私自身、1分動画、ほぼ1分動画ということで情報発信を開始したところでありまして、で現在まだ始めたばかりですのでアピアの会場のことしか上がっていません。ただこれからこの話だけではなくて64歳以下の方々の接種のこと、そしておっしゃるようなことを、できるだけ1分動画で上げていきたいと今お話を伺いまして思ったところです。岩木。ありがとうございます。僕も市長の1分動画見させていただきました。接種場所が増えるやつですね。それにやはりそれと一緒にそれこそ広告ぐらいでいい面と、まあ、その増えましたよっていう打つ人のための情報と打たない選択をした人が守られるような情報っていうのをしっかりと発言してもらうことを期待しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ではマスクについてのご質問をさせていただきます。まずマスク着用による教育的な効果という部分についてお聞かせください。立花学校教育部長。学校ではですね、教育活動におけるマスクの着用については、一時答弁の方でもありましたように、国また県の通知に従って学校に通知をしているところでありまして、マスクの着用については感染予防の観点から推奨するということなので、メリットとしては感染予防ということに当たるかというふうには思います。岩木。はい、ありがとうございます。そういった教育、一時答弁でもあったように、運動の時とかは外すっていうことは、原則っていうふうにお答えしていただいたと思うんですけど、これって、学校の先生によって、やはり情報をどんだけ拾ってるかによって結構差があるんじゃないかなって思うんですよ。例えば本当にそういった体育の時とか登下校の時はいらないよっていう通知を出されていたとしても、やはりコロナが怖い、感染対策のためにマスクだって思ってらっしゃる方々からすると、やはりマスク外してることによってすごい言われることってあると思うんですよね。実際宝塚市から他市から他の市でもいろいろとご相談を受けた中で多いのが、登下校でですねマスクをこうやって外して登校してると近隣の方々から注意を受けるんですよね。マスクしなきゃ、こういうふうに言われることがあるってことからマスクをする流れになってしまってるっていうのがあると思います。で学校の先生によってそういった差はあるとは思うんですけど、通知しているっていうのはすごくわかるんですけど、通知以外で何かされてることとか今後していくことってのは考えてらっしゃるんですか？立花学校教育部長。はい、今通学の時の、近隣の方からのいろんな声があるということをお話しされました。学校ではですねこういった通知に基づいてまず教職員の間での共通理解、これはもう何度も教育委員会の方から
国が通知を少し変えればそれに合わせて出していますので、そういったことをやっている。それから、保護者に対して、それから地域の方に対しても、今のこの時期、熱中症のことがあるので、マスクを外す場合がありますということについては、アナウンスをさせていただいて、ご理解を得るようにしております。今後も同じようにしていきたいと思っております。伊庭議員。ありがとうございます。情報を常に拾って、その都度、教職員の方からの周知徹底というご意見、今のご答弁いただきましたので、ぜひそのことをやっていただきたいかなと思います。やはり、ずっとマスクをして、そして例えば給食の時は喋らないって、やっぱ異常は異常なんですよね。確かに感染症予防という部分に関しては、そういったことを完全にした方がいいとは思いますが、さっきのコロナの感染、死亡っていうので見ても、実は10代って本当に死亡はいないし、ね、確かに陽性って方が出てる方はいらっしゃいますけど、この陽性に関しては、今回本当はこの一般質問でその PCR 検査、陽性についてもお話しようと思ったんですが、ちょっと勘弁してくれって話があったので、今回はしませんが、次ちょっとその話もしながら、それでは陽性っていう部分で見たら、10代の人たちって、要はほとんどコロナで、コロナの中としてはいなくて、そして実はほとんどの人も陽性が出るだけで症状は出ていない。そういった部分において子どもたちがやっぱマスクをして生活してるっていうのは異常だって私は考えてます。実際保育園とかの子どもたちはマスクしてないわけですからね。でも小学校からし始めたりとかするわけで、それって何か差があるんですかね。コロナは幼稚園の子たちとかは狙わないんですかね。小学生以上しか感染症としないってわけじゃないですよね。きっと皆さん何らか関わって、でもそれが発症しないだけの免疫力があるから子どもたちは問題ないってなってるわけですから、やはり子どもたちの1年って僕たち大人の1年よりはるかに貴重な1年かと思うんですね。それがこのマスクだったり給食中の喋らない、多分給食中ね、みんなで喋りながら面白おかしくいろんなことをしながら食べたってすごくいい経験かと思うんですよ。そういった部分において、国の方針もあると思いますから、すぐには当然変えれないと思いますが、国の方針だったり、そして教育においてこのマスクっていうのがどれだけデメリットになっているのか、酸素もね、吸いにくくなってね、僕は喋るたびに呼吸がしんどいんですけど、子どもも同じような思いをしてます。で、酸素っていうのが行き渡らないことっていうのは、子どもの成長から始まり、大人の体の健康っていう部分においても非常にダメージっていうのがあるものではありますので、できる限りやはりマスクを外せるような環境っていうのを情報をもとに、少しでも外せる環境ができるんだったらすぐに対応していただいて、そして外せるっていう部分においてしっかりと周知してもらう。やはり保護者や地域の方、学校の方々、そして子どもたちもちゃんとマスクを外すということに対して理解がないと、先ほども言ったみたいに同調圧力だったり何か差別ってのにつながる可能性がありますので、ぜひね、マスクについては随時情報を拾ってもらって、少しでも元の生活に戻れるように、現状ワクチン打っても感染予防にはならないので、ワクチン全員が打ったとしてもこの生活は変わらないんですから、ね、新しい情報をちゃんと拾ってですね、少しでも外せる環境を作っていただきたいなと考えております。最後に本年度の緊急事態宣言中における保育所の対応についてです。こちらに対してはご意見いただいた部分で理解できましたので、こちらの要望だけさせてもらおうと思います。このようにですね、市側や保育施設側はすごく注意しながら協力依頼、自粛要請じゃなく協力依頼って形でお話ししたと思うんですけど、やはりこれ保育士だったり、そして受け取る市民によってこの受け取り方ってのが非常に変わります。私のもとに相談で電話来た方は、この協力依頼ってのが保育士からのちょっときつい言い方というか、その感じ方で自粛要請にほぼ近いような形に感じられたと。それで本当は保育園に預けたいけど、そこまで言われるんだったら、じゃあ仕事を休んで子供を自分の家で見ますという選択を取った方がいらっしゃいます。で、その時に他の市だったら、例えば自粛要請を行った場合はいろんな費用が返ってきたりとか、またはそんな費用が返ってこないところにおいては絶対に自粛要請をしないっていう部分があるのに、宝塚市は何だっていうふうにやはりお怒りの声をいただきました。確かにね、この答弁の中では宝塚市としてはそういったことは一切意図しておりませんし、しっかりと協力依頼という形で行ったんでしょうが、保育士の発言というもの一つ一つにおいてはしっかりと
把握してしっかりと指導する必要があると考えております。やはり保育園に預けるお母さんたちというのは何らか事情があって保育園に預けるわけですから、そこに対しての保育士の一言で非常に怒りを覚える方がいらっしゃったり、なんかショックを受ける保護者の方は必ずいらっしゃいます。ぜひね、そういった発言という部分においても注意してもらうようご指導をよろしくお願いいたします。まあ、ワクチンについての話が非常に多くなってしまいました。もう本当に市民の命を守るためにリスクとベネフィットをしっかりと確認してその発信に努めていただくようご要望させていただきまして、一般質問を終わらせてもらいます。ありがとうございました。以上で岩議員の一般質問を終わります。